一周挟んでの引きこもりの話をします。まあ、今回の作画は割と安定してたんじゃないかなと思いますよ。まあ、それだけに、やっぱりちょっとスケジュールはいろいろと思うところあるんですが、まあ、特番の時点で10話の内容もできてたから、まあ、引きこもりはなんとかなると思いますよ。で、内容としては、8話までで、まあ、原作小説2巻紹介してるから、まあ、3巻は、まあ、最後の話でやるのかなと思います。まあ、今までの話が、まあ、コマリたちの、まあ、ムルナイト帝国っていうところの話で、まあ、コマリがコネで将軍やって、まあ、実は暴走チート持ちなんだけど、割とテロ対策とか、まあ、うちうちでやってた話だったんだけど、その辺の活躍を見た、まあ、諸外国のネリアとカルラが、まあ、それぞれ独自にコマリに接触するっていう話ですね。ということで、引きこもり9話は、12月にもかかわらず、水着会が唐突に始まるわけですが、これはピンクの脳筋娘のネリアが、まあ、コマリと、まあ、ちょっと世界征服のために交渉するために用意したものなんですよね。うん。ネリアが、ファイルーズ愛さんだから、つまり、これは実質、チェンソーマンのリベンジなわけですね。なんなら割と言ってることも、パワーちゃんみたいなとこありますからね、ネリア。ま、実際、チェンソーマンと、街角魔族と、ダンマチと、ワタオシを足して4で割ったのが引きこもりだと思ってるんですけど、ま、ネリア自体は、ま、コマリとどっかで会ったような話をしてるんですけど、ま、そこら辺はま、今後明らかになると思いますね。あと、巨乳ドジッコメイドの日高里奈さんのガードルードっていう子を連れてるんだけど、ワタオシに例えると、レーネちゃんです。まあ、あっちの子みたいにお兄様大好き、キッチンソーカー娘じゃなくて、まあ、なんだかんだは、ネリア様のこと好きなんだけど、まあ、そういうことですよ。うん、まあ、ともかく、ネリアが世界征服するということをコマリに手を組むように交渉し始めるんだけど、まあ、コマリはなんだかんだガチで平和主義者だから、断ろうとしてたら、部下の野郎どもが、なんかうさんくさい、ところを破壊してたっていう、そういう流れによって、まあ、交渉が決裂したというか、まあ、いろいろあって、ネリアとドンパチやんなきゃいけないっていう、そういう状況に追い込まれるわけですね。うん。まあ、ネリア自体も、なんか、井上和彦の悪役のおっさんみたいなやつに脅されてるっぽいから、まあ、コマリの力を求めてるっていうのは、まあ、どういう思惑があるのかっていうのは、まあ、今後次第ってとこですか。うん。まあ、それはそれとして、のこのこ帰ってきたコマリたちなんだけど、まあ、そこでもまあ別勢力のアマツカルラがなんかいろいろと同盟を求めてきてるんだけど、島袋みゆりさんはあれだよね、最近結構出てきてる感じで、まあちいかわのシーサーやってたり、ここで働かせてください、まあ後藤一人のファン2号だったり、まあなかなか頑張ってる人なんですけど、まあぶっちゃけカルラは2期やんないと多分掘り下げしないんじゃないかなと思うんだよね。うん。まあ、部下の子は普通に声優決まってんだけど、まあ、カルラ自体は、ま、ぶっちゃけ、劣化解放使わないと、あんまり強くないから、コマリと同じタイプの子なんだけど、割とカレンちゃんかっか、その辺見抜いてるような感じはするかな。うん。ちなみに今期がやたら多い、タイムリーパーキャラなんですけどね。フリーレン様とか、出雲風子ちゃんとか、今期タイムリーパーキャラいるじゃないですか。うん。まあ、フリーレンもフーコも今回のアニメでタイムリープはしないと思うけど、まあ、ミーア様とかラグナさんとか、そこら辺はまあ2期に期待するとして、まあ、コマリ的には平和主義なところで、まあ、彼らと話が合うかと思ったけど、まあ、大量虐殺者のやべえやつだって思われて、今はビビられてるっていうところで終わりですかね。うん。まあ、でも彼らこういう風に出してくるってことは、いろいろと考えてるとは思うんですけどね。まあ、ナンバーナイン君の体力次第だとは思いますが、あとは、記者コンビで、水野作さんのキャラが結構ネコネコしてましたね。まあ、という感じで、まあ、次回は、コマリを求めて、喧嘩を打ってくるネリアに対して、コマリたちがどういう風に対処していくのかという話になると思います。まあ、今回の話とかは、まあ、やっぱキャラ増えてきて、まあ、良い意味でラノベっぽくなってきたなって感じでもありますし、まあ、コマリの劣化解放とかが、ムルナイト帝国の中だけじゃなくて、まあ、世界で改革していく力でやるっていうことも、まあ、より明確になっていく話でもありますし、やっぱキャラ増えてくるとやっぱ引きこもり面白いなっていう、そういうタイプだから、まあ、今月の引きこもりが、まあ、今後の展開につながっていくと思います。はい。まあ、ナンバーナイクは頑張ってほしいですね。以上です。